世界保健機関、世界保健機関、世界保健機関は人間の健康を基本的人権の一つと捉え、その達成を目的として設立された国際連合の専門機関、国際連合機関である。略称は英語式、風と普通語式、アムズで異なる。日本をはじめ多くの国では英語略称の WHO が多用される。以下、風と表記する。 読みについては口述。1948年設立。本部はスイスジュネーブ。設立日である4月7日は世界保健デーになっている。風では健康を身体的、精神的、社会的に完全な良好な状態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではない。風憲症全文と定義しており、非常に広範な目標を掲げている。 そのために、病気の撲滅のための研究、適正内容、医薬品の普及だけでなく、基本的人間要請、ベーシックヒューマンニーズ、BHN の達成や健康的なライフスタイルの推進にも力を入れている。また組織の肥大化とともに企業との癒着構造が問題として指摘されている。風の最高意思決定機関は爽快である。 総会には加盟国すべてが代表を送ることができる。総会においては3分の2の多数によって条約や協定を制定することができる。この条約は加盟国には強制力はないものの、加盟国はたとえ自国の代表が反対した条約でも18ヶ月以内に国内での採択に向けて何らかのアクションを起こさなければならない。また、総会においては十四カ国の委員を三年任期で、 執行理事会理事に選出し、これによって構成される執行理事会が総会の執行機関となる。また、常設の事務局があり、総会の議決に基づき通常業務を行う。事務局長が風のトップとなる。事務局長は総会において選出される。2016年5月現在、194の国と地域が加盟している。 右の図のように世界に6つの地域事務局が置かれ、それぞれに管轄地域が与えられている。全世界的な公衆衛生や健康に関する最小の国際的機関は1907年12月に発足した国際公衆衛生事務局である。本部をパリに置いたこの機関は12カ国が公衆衛生国際事務局設置に関する1907年の ローマ協定に調印することによって発足し、当初はヨーロッパだけを対象としたものだったのが、第一次世界大戦の勃発する1914年までには、60カ国が参加するまでになっていた。第一次世界大戦後、発足した国際連盟は、国際公衆衛生の専門機関を発足させようとしたが、国際公衆衛生事務局は、現状員国であるアメリカ合衆国が、 国際連盟に不参加を決めたため、連盟とは別組織のままで存続することとなった。第二次世界大戦後、新たな健康に関する国際機関の設立が提唱され、1946年7月22日に国連経済社会理事会が世界保健機関の検証を採択。連盟の保健局や国際公衆衛生事務局を解散して、 1948年4月7日に世界保健機関が設立された。日本は1956年の国際連合加盟に先立つ1951年5月に風に加盟した。風の功績の中でも最も輝かしいものは天然痘の撲滅に成功したことである。天然痘は非常に高い致死率を持ち世界各地で多大な死者を出した病気であったが、 症状が明確に判別できるため対処しやすく、人以外に感染することがないため人間のみの対策で対処でき、さらに主都による完全な予防法が確立されていたことから、撲滅は原理的には可能であると考えられていた。こうしたことから、1958年に総会でソ連の生物学者が提案した世界天然痘根絶決議の全会一致の可決で、 撲滅計画は始まったが、当初は人類すべてへの主導による撲滅を目指していたため、医療や行政の整っていない発展途上国においては、対策が行き届かず、撲滅にはほど遠い状態が続いていた。そこで、よりこの計画を推進するため、1967年には特別予算が組まれるとともに、10年後の1977年までに、 天然痘を撲滅させることが明確に謳われた。この時に方針が転換され、流行地域において、賞金をかけることで患者を発見し、患者が見つかるとその患者に接触した人物を根こそぎ、調べ上げて徹底的にその周囲で死闘を行う、いわゆる封じ込め政策へと移行した。この時、世界には天然痘の患者が1000万から1500万人いると推定されていた。しかし、 この封じ込め政策はこう奏うし、患者数は激減していった。1970年代に入ると、南アジアと南アメリカで相次いで撲滅が宣言され、1977年にソマリアで発見された患者を最後に、天然痘は地球上から姿を消した。そして、患者が発生しなくなってから3年後の1980年、風草会は、 天然痘の撲滅を正式に宣言した。天然痘を撲滅した風が次に、撲滅の目標に定めたのは、旧世界白遺園、ポリオだった。1988年には、世界ポリオ撲滅計画、グローバルポリオイラディケーションイニシアティブが開始され、2000年までのポリオ撲滅が謳われた。しかしその後計画は難航し、2016年現在、未だ、 パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの3カ国において、ポリオ患者が発生している状態となっている。このほか、1995年には、アフリカオンコセル化症対策計画、アフリカンプログラム法アンコサーカイアススコントロールが開始され、オンコセル化症、河川盲目症の撲滅が進められている。フは年月日に、多成金の警戒リストを、 初めて公開した。このリストによると、最も危険度が高いものとして、アシネトバクター、緑脳菌、エンテロバクターが挙げられた。その次に危険なものとして、ヘリコバクター、ピロリ、サルモネラなどが挙げられた。風は、新たな抗生物質の開発を急ぐとともに、抗生物質の適切な使用をこかけている。2009年から10年にかけての新型インフルエンザの 世界的流行に際し、フーのマーガレットちゃん事務局長は今、すべての人類が脅威にさらされているとして、新型インフルエンザをすべての人類の脅威とする広報を行った。その後、新型インフルエンザが弱毒性であることが発覚するも、顕著な感染や死亡の被害が著しい事態を想定した警告であるフェーズビル6、6と警告し、パンデミック、 世界的大流行を宣言した。しかし初の国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、フィックの対象にまでになった新型インフルエンザは、前例のない保健当局と科学者と製薬会社が協力に連携する体制をもたらしたが、実際は他の季節性インフルエンザと大差ないレベルのインフルエンザで被害も小さなものであった。 一連の風の誤報への批判が高まり、これを重く見た欧州議会は、パンデミック宣言に至った経緯の調査に踏み出す、事態となった。欧州議会のボーダルク前保健衛生委員長は、風の宣言は、偽のパンデミックであったとして、問題提起をしている。風の意思決定には、製薬会社の意向が大きく影響した可能性が、高いとしている。 製薬会社は研究者などで働く科学者へ大きな影響力を持っており、このことと今回フーが広く科学者の意見を求めたことがその影響力を強める原因になったと語っている。一方、新型インフルエンザークチン製造なども行い、世界最大規模の製薬会社であるグラクソスミスクライン社英国は製薬会社がフーのパンデミック宣言に影響を与えているなどの 認識誤りであるとインタビューに答えている。2010年1月になるとワクチンが世界的に余剰状態となりキャンセルや転売が相次ぐ事態となっている。1959年に結んだ IAEA との規定では IAEA、e、原発推進を掲げているの許可なしに放射線の影響における科学論文を公表してはならないとなっている。 風議長はこのことについて、ーが IAEA に従属しているので、健康は原子力に従属すると発言している。英語式略称のは WHO とイニシャル読みするのが正しく、ーとアクロニム読みにはしない。しかし、辞書によっては、ーという表記も見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。